J1 昇格への熱き戦い、 J リーグディビジョン2第8節。まずはこちらのカード。うつ残の影響で消化ゲーム数が少ないにもかかわらず3位につけるコンサドーレ、対するはモンテディオ。この対戦、去年はコンサドーレの3勝1分けです。前半11分、コンサドーレディフェンダーからロングフィード、得点ランキングトップのエメルソン抜け出しますが、ここはモンテディオキーパー鈴木に阻まれます。25分、コンサドーレ23番サガのスルーパスをアウミール持ち込みますが、ここも鈴木に抑え込まれます。37分、モンテディオ岩本のクロスを6番高橋決めて1対0、アウェーモンテディオがまず先制します。前半ロスタイムのモンテディオ、相手ボールを奪って堀井、ジェフェルソンとつなぎスルーパス、これを快速堀井、キーパーをかわしてシュート、2対0、モンテディオ2点リードで前半を終了します。後半開始直後、2点を追うコンサドーレ、エメルソンがドリブルからミドルシュート、これもキーパーに弾かれます。3分には右サイドから田淵のセンタリングをエメルソン、これは大きく吹かしてしまいます。12分コンサドーレ野々村のフリーキックを森が頭で合わせますが、惜しくもクロスバーの上。さらに18分、エメルソンが右サイドから個人技で持ち込みシュート、コンサドーレ2点のビハインドをなかなか詰められません。34分モンテディオの攻撃、9番マシモ強烈なシュートはサイドネット。43分コンサドーレロングフィード、モンテディオキーパー鈴木ファンブル、こぼれ球を25番中尾、しかしゴールをどうしても奪えません。そしてタイムアップ、ここまで負けのなかったコンサドーレ、今シーズンモンテディオは2連勝です。1勝しか挙げていないヴァンフォーレ、前節サガンに V ゴール勝ちを収め勢いに乗るホーリーホックとのゲーム。前半15分、水曜日に F マリノスとの A カップで先制ゴールを挙げたヴァンフォーレ、金がシュートしますが惜しくもポスト。さらにヴァンフォーレ前半26分、新苗がシュートしますが今度はクロスバーに阻まれます。先制したのはホーリーホック、小場のクロスに村田飛び込み1対0。先制したホーリーホックは後半8分、北原のフリーキック、こぼれたところ笠原のミドルシュート、ホーリーホック2対0とリードを広げます。さらに1分後の後半9分、今度は須藤振り向きざまゴール決まって3対0、ホーリーホック2連勝、ヴァンフォーレはなんと1万8000人を超える観衆を集めた8位ベガルタと首位レッツのゲーム。先制したのはホームでまだ勝利のないベガルタ、前半20分コーナーキックからリカルドつなぎ、最後は藤吉、ベガルタ藤吉の J2 初ゴールで先制します。
時21分、平川のパスから小林が技ありボレーを決め2対0、ベガルタリードを広げます。リードされた首位レッズは後半開始2分、後半から入った吉野が挑戦へもつれ込みます。迎えた延長前半5分、福田がディフェンダーかわし、最後はクビツァ、押し込んでビーゴール。レッズ今だ負け出しで首位を守りました。4位トリニータのゲーム、前半42分、トリニータ和田がドリブルで持ち込み中央へ、これを山根が決めてトリニータがまず先制します。さらにトリニータ後半19分、ウィルが粘りゴール前にこぼれたところ、和田トリニータ2対0とリードを広げます。フニはウィールがフリーキックを直接決めて3対0、トリニータ引き分けを挟んで4連勝です。前節ともに負けているサガンとベルマーレ、両チーム連敗は避けたいところ。先制したのはホームのサガン、佐藤のパス、小林抜け出してゴール。1点を追うベルマーレは左サイド、高田が駆け上がりクロス、小松原決めて同点。エンドの変わった後半5分、サガンは中村倒されて PK を得ます。キッカーは北内、しかしベルマーレキーパー水谷がこれを防ぎます。後半29分、サガンフリーキックに伊原がヘッド、これが決勝点となり2対1、サガンが勝っています。今節の試合結果です。ホーリーホック2連勝、コンサドーレ今シーズン初の負け、レッズは B ゴール勝ち、トリニータも勝っています。続いて順位表です。開幕7連勝を飾ったレッズが首位をキープ、トリニータ引き分けを挟んで4連勝と首位レッズを追っています。モンテディオ2連勝で8位まで順位を上げています。得点ランキング、今節1ゴール上げたトリニータウィル7ゴールとなり、コンサドーレエメルソンと並びトップに立ちました。次節の対戦、大宮鳥栖は28日、大分仙台山形新潟は29日、残り2試合は30日の開催です。速報 J2、 次回はモンテディオ対